トンネルを出た先で炎上するトラック昨日午後3時半ごろ神戸・淡路鳴門自動車道上りの鳴門インターチェンジに近い無谷トンネル付近でトラックの荷台が燃えているなど複数の通報がありました警察などによりますと事故はトンネルの入り口付近で発生したとみられ車線変更をしようとしたトラックに後ろのオートバイが追突して転倒 さらに後続のトラックなど複数台がオートバイを引いていったということです。この事故でオートバイに乗っていた徳島県の会社員小川一真さんが死亡しました。炎上したのは後続のトラックだということで、警察は事故の状況を詳しく調べています。